はい、美容整骨院のヒロです。今回の動画はですね、90秒で首を細くする方法をやっていきます。このコロナの時期ですね、やっぱりこう引きこもってリモートでこう座り仕事とか、まあ携帯見る時間とか増えてることすごく多いと思うんですね。まあ実際うちに来るお客様もですね、やはりこう首の詰まりとか肩こりとか、あと腰痛とか訴える方多いんですけども、今回セルフで首を細くして、なおかつまあ姿勢もね少し良くなるし、肩こり首こりが楽になる方法をお伝えしています。でまずはですね、首が細くなる原因、これはもう猫背ですね。猫背でこう手を前で使う時に必ず背中の肩甲骨がこう外に開いてで上がってくるんですね。これだけでこうつっかえた感じ、窮屈な感じになるんですけども、これを伸ばそうと思ったら、もう単純に肩を下げて肩甲骨の中に寄せるっていうことが大事なんですね。あとはこの首周り、この辺のたるみとかをスッキリさせたいんですけども、単純に上向いてちょっと下顎を出すとこう高くなりますよね。こんな感じで首を細くする方法をやっていきます。で今回のミッションはですね、3つあります。でまず1つ目、まずは肩甲骨を本来あるべき状態に戻すための筋肉、これ背中のね肩甲骨内の菱形筋っていう筋肉なんですけども、それを使える状態にしていきます。でこれ片方ずつやっていくんですけども、まあ実際やる前にですね、こう首を触ってもらってこう首痩せ効果もありますので、その辺も体感してもらえるといいかなと思います。じゃあまずやっていきますね。やり方はまず手を外に開いて肩を開きます。そしてこの状態で腕をね後ろ持っていくんじゃなくて、肩甲骨を中に寄せていきます。肩甲骨を背骨の方に寄せていきます。で背中結構硬い方はこう持っていくとね痛かったりとかやりづらい感じあると思うんですけども、そういう場合はちょっと肘をですね、肘がこう背中に隠れるような感じで持っていってもらえるとやりやすいと思います。じゃあやっていきますね。よーいスタート。手のひら開いて後ろに持っていきます。これで30秒ですね。で最初は多分ね皆さん行きづらいと思います。で1回10秒くらいで戻します。でそしてまた開いて後ろに持っていきます。そうすると2回目結構ね行きやすくなってると思うし、こんな感じで肩下がるんで、これだけで首長効果あります。でまた一旦戻して、で外開いて最後もう1回持っていきます。もう3回目になると本当肩が後ろにほど反りますね。はい、OK です。さあこれだけでね肩が開いた感じと見てもらうと、多分ね右側が結構肩下がったと思うんですね。そして2つ目、今度はですね、首のここの前の後傾筋という筋肉がこのエラの下からこの鎖骨のところにこうついてるんですけども、ここの筋肉も普段こう下向いてることが多いのでサボってたるみやすくなってます。なんか首のシワとかもね気にする方もすごく有効的です。でやり方は上向くと伸びますよね。でそして左向くとさらに伸びます。この時に鎖骨とエラの下を持ってちょっと伸ばすお手伝いします。あんまり強くしなくていいので軽くサポートですね。じゃあこれも30秒やっていきますね。じゃあよーいスタート。上向いて左向いて軽く伸ばします。で首が硬い人とかは上向きづらいかもですけども、まあ、いける範囲で気持ちいい程度に伸ばしていきましょう。しんどい人はね、ゆっくり深呼吸をしながら吸って吐きながら伸ばすとより気持ちいいですね。はい、あともう少しですね。はい、OK です。さあこれでね、首の今右側の前が伸びたので、触ってもらうとね右だけね結構スッキリします。そしてミッション3つ目、今度は1つ目と2つ目の動きをミックスさせた動きをやっていきます。やり方さっきと一緒で、手のひら外開いて肩甲骨は中に寄せます。で同時に上向いて左向いてこの前の後傾筋伸ばすんですけども、ここからさらにこう縮んでねサボってる筋肉を伸ばすんですけども、どうするかって言ったら下顎をこう前に突き出す動きをしていきます。これを加えていきます。これ結構最後ね結構きついんで、皆さん頑張りましょう。じゃあいきますね。準備しましょう。じゃあまず手のひら外開いて肩甲骨を中に寄せて、でそのまま上向いて左向いて伸ばします。でそこからさらに下顎を前に突き出す動きを反復的にやっていきます。でよーしスタート。はい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 伸ばしていくとポンプサイドこの辺ねスッキリするんですね。
はい、OK です。これで終了です。さあ、これでどうでしょうかね。なんかもう触るだけでもこう触んなくてもね、結構右側スッキリしたと思うんですけども、あとは肩下がってるから単純に首長効果ありますよね。痛くなってますよね、はい、こんな感じで、首をスッキリさせていきます。細くしますね。で、これは実際肩とかもすごく軽くなるし、首の動きも良くなるので、まあ、この時期ね、首こりとか、あと肩こり気にされてる方とか、あとはですね、リモートでこう常に同じ作業してる方はリセットするつもりでやってもらえたらいいかなと思います。1日ね、何回でもやってもらうと結構効果が続きますので、ぜひ試してみてください。今回の動画がね、お役に立ったなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。